はい、こんにちは。日本改革党靴澤です。エモエモン様、野崎様、武田様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。レター頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。7月15日、新橋タウンミーティングご参加の皆様、ありがとうございました。いやー、暑かったっすねー。本当に。8月15日、メール党員さん限定、正殿参拝靖国神社、限定懇親会開催いたします。なんかですね、メールマガジン登録のリンクがおかしくなっとってですね、なんか警告出るようになってて、あれ変だな。で、修正して、おきました。今まで飛んでもですね、あれだった方、警告出たりなんかした方、今までそんなことなかったんですけどね、マグマグという最大手の、メールマガジンの会社ですんで、まあ、危険なことはないと思われます。修正しておきましたんで、ぜひともメルマガ党員になってください。登録なさってですね。人口 1.4% の日本人が世界の医薬品総額の 40% を消費は間違いだったようです。なんか計算方法が違うとかで。国庫のない国よりは薬が消費されてるのは確かだよな。知り合いの高齢者さんもですね、病院からもらった薬が、飲んでない。もらったが飲んでない薬。特にですね、湿布なんかを大量に保有しておりました。知ってる方。今はですね、月に、出る、湿布の薬、ここまでね、なんていうことで、そんなことないみたいなんですけれども、国保で気軽に大量の薬を出す、患者もそれを望む、薬少ないと、なぜか文句言う人も見かけたことがあります。薬しこたま汚す医者が、いい医者ではないですからね。お間違いなく、これしか薬くんねえなんて、なんか文句言ってる高齢者、田舎には多いんですけれども、赤い羽基金、募金、クルド人支援を始める。タイトル、クルド人支援のための活動拠点、立ち上げ事業、団体名、クルドを知る会。なんじゃそれって。所在地、埼玉県。これ、川口かな。2021年1月8日から活動を開始している団体、クルドを知る会。なんだろう。ちょっと調べてほしくったら、怪しんでねえの、これ。助成額38万4693円。まあ、大した額ではないですけれども、これが年々増えていくんじゃないかっていう懸念はありますね。一般反応です。もう募金しねえわ。赤の羽募金。わかりやすい構図。正体バレとるのにまだ続けるのか。治安悪くなったら自分らも危なくなるのに、ようやるわ。羽が出張ってきたということはお察し。困ってる日本人をまず助けろよ。クルド支援って具体的にどういう階層のどういう境遇にあるクルドにどういう支援をしようというのか、全く見えてこない。全くだ。何拠点立ち上げ事業って。まずは困ってる日本人を支援しろって話なんですけど、100歩譲って外国人も支援ってことなら、なんでクルドだけっていう。米国人や英国人は支援しないのか？それ差別じゃないのかって話なんですけどね。支援拠点立ち上げ事業。そんなね、何にもないとこに資金投入。一体誰が決めたんでしょう。大体ですね、ここの団体は一生懸命やってっから、成果も出してるし、見込みやっからってことで、金出すのが普通じゃねえの。何にもね、さらちんとかに、金ぶっ込むって、一体誰が決めたんだって話なんだけどね。クルド人は迫害されている、帰国すれば殺されるは、全くの嘘ですからね。迫害されてたら、なんでトルコ国会に、クルド人の国会議員が何人もいんだよ。結構多いみたいですよ。本当は、帰国すれば捕まるっつう、ガーシー状態なんじゃないのか。テレビつまんねえ嘘ばっか。若者がテレビ離れ、して、今、フジテレビ、特に赤字間近のフジテレビ、宿泊してるみたいですね。赤い羽ログでもねえな。これが常識になって募金が集まらなくなることを切に希望いたします。河野太郎、ブータレル。大体、拉致問題解決しろ。中国嫌いだ。韓国嫌いだ。外国人入国させるな、みたいなことを、大昔市のように言ってる人がいますが、レミングじゃねえんだからもうちょっと自分の頭でしっかり考えた方がいい。良いというふうに思いますと。韓国嫌い、中国嫌いって言うなって話なんだって、思考停止してませんかみたいなことを、切れてぶたれたみたいなんですけれども、一般判断です。中国、韓国に頼ってる限り、拉致被害者は戻ってこない。何に対して逆ギレ。中国に媚びないと日本単身で儲けられないもんね。部下を大人ってパワハラするのはいいのか。言ってることよりやってることがその人の正体。思考停止してるのはあなたでは。別にあなたに何も期待してませんけど。日本単身っていう会社なければ、その言葉もちょっと聞けたかもしんないけどね。中国でよろしく商売してる人に言われてもね。中国嫌い。韓国は嫌い。これ好き嫌いを言ってるだけで、ヘイトスピーチでもなんでもないっしょね。好き嫌いはもう言っちゃダメって、そんなのおかしいもんね。国会議員が国民の素直な感情表現に文句垂れててはダメなんじゃないの？河野太郎はダメだおじさん。河野太郎はダメだ。これが結論かな。逆ギレするほど、そういう意見が多かったんでしょうね。切れるほど。だったらそれが、国民の、感じてることだって分かればいいんだけど、まあ日本単身の大株主という立場を捨てきれないんだろうな。もっと切れて、支離滅裂なことを連発してですね、呆れられることを希望いたします。小泉進次郎がすっかり、あ、こいつバーだ。で、呆れられたように、河野太郎もですね、この人に全く誰も何も期待してないっていう状態になりますように。今日の都内は37度の危険域。ダイキン工業発表。風量弱は、かえって電気代かかるでいうことで。温度設定、設定温度まで冷やしたいのに、ずっと風量弱は、かえって時間かかって、電気代食うって、一般反応です。じゃあ弱って何のためにあんの？強い風が直接体に当たると不快だから。マジかよ。今度から今日で使うか。風量、風向、自動が一番。ダイキンさんは自動が一番いいって、毎年のように言ってるよね。今の機械は設定温度になったら停止するので、弱で回し続けてたら節電にならん。面倒だから電気代安いモードつけといてよ。それが自動ではって。記事からですね、冷房とエアコンと扇風機の併用は確かに効果ありだそうであります。手元扇風機を顔に当てると確かに涼しいんですけれども、私の部屋狭くてですね、エアコンの真下にいるんで、エアコンの風でいいかな。今、トイメンの壁に、和夫だか、文夫が、壁伝って貼ってんな。久しぶりに見たな。元気だったかな。24時間冷房でも、電気代は150円程度だそうであります。まあ、地域や、日当たりで上下しますけどね。熱中症対策に経口補水液買うより安いんで、エアコン活用して、無理なく、病院に行くほど熱中症進んじゃったら、150円。まあ、月で4500円か、1日150円、つけとくという話なんですけど、病院行くほど熱中症、重くなっちゃったら、それどこじゃ済まないですからね。原発活用で九州電力と共に値上げに踏み切らなかった関西電力四半期決算発表。原価 1.01 兆円。これあれだろうな。コストだろうね。経費。プラス 13.51%。売上 1.18 兆円。プラス 30.7%。仕入れ原価が13% アップで、売り上げが3割増ということで、これはもう分かりましたな。利益1421億円、プラス 1060%、去年の四半期の10倍も上がって、まあ去年の四半期はじゃあ140億円ぐらいだったのかな。その他の電力会社、いいなあ。羨ましいな。電力労連が反原発に凝り固まった立憲から離れた理由がこちらであります。原発を動かさないと、ワイラの会社は儲からない。給料も上がんない。やっと気がつく。そんなの民主党時代に気づいとけよって、おかしいぞってね。まあ、労連内部の世代交代で、やっとこうなったんでしょうかね。まあ、頭の凝り固まった、人が、どがないと、考え変わんないんだろうか、立憲応援するのやめましょうよ、いやダメだみたいな、それを上回る洗脳を投入しない限り洗脳は一緒と言えないって聞きますからね。いまだにオウムの信者はいるわけですしね。洗脳は一生解けない関連。7月15日、昨日ですね、13時、有楽町、共産と吉良よし子の凱旋があったそうで、エージェントから、画像が送られてまいりました。エージェントから。こちらですね。なんか、色が、令和に寄せてきてない。令和の、真似してない。まあ、吉良よし子が、まあ、にこやかに、演説してますよ。暑いのに体大丈夫なのかな？心配してしまいますね。マイナカード保険証反対、今の保険証存続を。これ有楽町ね。あとこちらも有楽町。軍拡も増税もノー。同性婚導入、消費税を 5% にしろ、最低賃金1500円突破、実現、要求てんこ盛りのプラカード持ってますね。一体何がいいんだかわかんないですけど、同日17時、新宿南口でも最低時給1500円集会。こちらですね。なんかシールズ風味をとっても感じますけれども、で、上り、集まった上りがですね、全労連、ユニオン平和、出版労連、全員総連。なんだろうこれ、全員総連って。全国印鑑組合かなんかかな。国交労連、東京地表と。まあ、こういう連中なんですけど、まあ、全労連が出張ってるんで、共産党が、あれでしょうね、仕切ってんでしょうね。なんで共産党って名乗らないんですか？多くの組織が自主的に参加してるって設定なんでしょうか？暑いのに頑張ってんな、共産党な。この根性見習わないとな。こういうこと101年もやってんの、すごいですよね。文雄か和夫かどっちかわかんないけどって、壁を張ってんのはハエトリグモです。ハエトリグモの動画見ちゃったら、可愛くてですね、潰したり、外に追ん出したりしないで部屋で放置してんですけど、3日に一遍ぐらい姿を見せてくれてですね、今私の目の前の壁、白い壁張っております。じりじりじりっと移動してるなぁ。共産党小池晃、無知もしくは嘘つき、あるいはその両方。日刊現代、保険証なりすまし被害を厚労省も警察も把握してませんでした。小池、そういえば聞いたことありませんね。保険証によりなりすまし、なんて投稿してまして、一般判断です。などと供述しており、しらばっかりる方が印象悪いのでは。保険証なりすましで検索すると山ほど出てくるけど、不正の事務処理だけで年間1000億円って厚労省発表してましたけど、ないならなりすまし防止策を取っても問題ないな。そうなんだ。じゃあ反対する理由もないね。あってからじゃ遅いから厳重に対策しないとな。ちょっと検索すれば山ほど出てくる。日刊現代の元記事がそもそも嘘なのは明白ですよね。しょっちゅう不正使用っていうか、貸し借りで逮捕されてる報道あんだから、警察が把握してないわけないだろうがって話なんですよね。共産党の言葉は常に現在の党員に向けてのものであります。現在の党員は、検索なんて言葉も概念も知らないから、もう何言っても平気ですね。まあ例で言うと、ここら辺にいるような、高齢者ですよ。この人らは検索って言葉知らねえから別に、いいんだなぁ、思っております。まあ暑いので、皆様、熱中症にお気をつけくださいね。私のおばさんそれで、亡くなってますんで、8月15日、書店販売、懇親会よろしくお願いします。デトックスジャパン。